あ、もっともっと近づく。旅行です。すごい。また札幌行きます。札幌歌ってる。いいですよね、ここ本当当たり当たり。大きに大きに。そこまで言うのか。ダンクしちゃった。へー、これがね、日本と韓国の大違いなんよ。구글 리뷰에 그냥 타치노미를 검색해봤거든요. 딱 첫 번째로 떠는 곳이 되게 리뷰가 괜찮길래 일단 거기를 가고 있습니다. 문 닫았네요. 개치요비가 휴일. 어? 지금 그러면 왜? 오늘 무슨 요일이야? 오늘 목요일인데? 가려고 하는 곳은 두 번째로 떴던 드라무칸. 아, 오늘 뭔 날인가? 오늘 오야스미시마스라네요. 또 아아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 充電絶対ないやん。カルピス商売です。麦の。甘いのが絶対買ったんですか。なんか調べてきてくれはったんですか。ああ、なんか Google マップでなんか立ち飲みとか検索してここに多分行くことになりました。なんか気になるのありますか。なんか日本酒とかあんまり飲んだことないので、飲んだことはあるんですけど、こんな味かと思ってあ。あんまり合わないなと思ったんですよ。結構ちょっと甘いやつもあるじゃないですか。あるあるある。飲みやすい。どれなのかなって今見てる途中です。日本酒は一種類しかないんですけど、これは全部ね焼酎。あ、焼酎か。あ、そっか。お酒自体は好き。大好き。素晴らしい。あ、乾杯。あと続きますね。あ、もっともっと続けて。一人で来られたんですか。はい。韓国の方ですか。独学ですか。はい。まあ一応ではすごない。すごい。いやいや。住んでるんですか。旅行ですか。旅行です。すごい。すごい。いやいや。なんか京都に住んでらっしゃるんですか。そうです。そうです。けど俺その時にカップルさん。違います。ああそっか。あ、すいません。失礼しました。京都何が美味しいんですか。湯葉とか出したらきりないんですけど、私はお蕎麦がめっちゃ美味しいです。蕎麦がちょっとその地域によって味が違うので、深さとかも全然お蕎麦につけ中の味も違うのでめっちゃ美味しいですよ。京都はやっぱでも日本料理が美味しいから、そういう出汁を出汁を使ったものが美味しいですね。何日目ですか。5日目です。10日間の日程なので。あ、じゃあこの後ずっと京都いるんですか。また大阪に戻って、でまた札幌行きます。札幌珍しいですよね。何歳ですか。何歳に見えますか。22歳。ああ、ありがとうございます。23です。同い年や。あ、友達。99年生まれ。99年です。そっかそっか。ここって普通社会人さんとか多いですか、それとも若者たちが多いですか。ちょっと幅広いかな。どっちも幅広いけど学生さんはあんまり来ないです。そうね、立って安いし、入りやすいし、立ち飲みもいいし。立ち飲みってやっぱ仕事はいいピャッと一人で行きやすいですよね。立ち飲みでもこのカウンターだけとかやっぱ入りやすくない、女性一人でも。ですよね。なんかこういうこれが異常なことに喋りかけられたりとかってあると、こうやっぱこういう方が入りやすい、女性は。YouTube です。何で調べたら。ああ、英語で。英語で。あ、ありがとうございます。登録してくださるんですか。登録するとまでは言ってない。あ、すいません。うまいな、すごい。え、70万。え、そう、97万。いやいやいや、すごくない。いやいやいや、すごい。はい、登録者数はあんま多くないです。登録したくはない。ありがとうございます。バック歌ってるやん。あ、え、あ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 
私J-POP 大好きなので、嬉しい、せんちゃん、あ、全然せんちゃんです。韓国から来られたそうで、今動画撮ってるんですけど、なんか大丈夫ですか？入って大丈夫ですか？入る大丈夫です。私のお姉ちゃんのお菓子の人がいる。え、そうなんよ。だからそうそう。めっちゃなんかの親密感っていうかありますよね。いいですよね、ここ本当当たり。当たり大当たり。なんかの店員さん、星野源似てます。星野源よく聞きますよね。星野源たまに言われますね。乾杯します。ありがとうございます。いやまだまだです。いやもっと完璧を今目指そうと思ってます。どっちで私が韓国人っていうのは分かったんですか？イントネーションかなっていう。でどんなイントネーション、例えば何ですか？今例えば何ですか、あのイントネーションって、正しいイントネーションって何ですか？言う、例えば何ですかっていう。例えば何ですか？言う、合ってますか？それは全然違和感ないよ。さっきの立ち飲み。あ、そっか。あ、勉強になりました。ありがとうございます。そっかそっか。誰か見て、ただ Google マップでなんか立ち飲みを検索して出てきて、立ち飲みどれかわかんない。立ち飲みじゃなくて、これは本当に実際に住んでみなかったらわかんないですよ。立ち飲み。ありがとうございます。ありがとうございますわ。合ってますか？よかった。大きに大きに、あ、じゃあ大きに。大きにもなかなか言うことないですよね。なんか店員さんが言うぐらいで。言うぐらいですよね。私ぐらいのその、年が、あ、大きにって言ったらちょっと生意気じゃないですか。え、かっこいいですよ。あ、そうか。大きに。大きに。いいですよ、そのそれで。めちゃくちゃ関西人。関西形です。タメ語で。タメ語っていけるんですか？タメ語の方が楽です。じゃあタメ語で行く。大丈夫ですか？大丈夫？あ、じゃあタメ語でいった？あ、大丈夫です。大丈夫。いや緑茶梅酒と、あとシソの梅酒も、あ、じゃあただの梅酒でお願いしても大丈夫ですか？ありがとうございます。ロックでいいですか？ロックでちょっと水割り、はい、あ、どうしようかな。一回ロックで飲んで、うん、リックで、あれだったらソーダとかでやってもいいんじゃないかな。はいはい、ロックで出しますよ。え、全然、え、なんで韓国来てるから。お優しい。 では乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。一生していくやん。同い年なのに。あ、これ思い出せた。やった、乾杯。乾杯。イエーイ。何ぐらい銭と投げられるか。はい、ありがとうございます。今の大丈夫ですか？この一瞬で。なんでこんな可愛いの？言うわ、可愛い子、可愛いって。どっちも可愛い。可愛いし、なんかなんていうか、テンションがいい。いいテンションを持ってる。そこまで言うの。注意しちゃった。大丈夫、ありがたい。日本酒飲んでほしいわ。どんな味なんですか？え、まだ時間ある？時間はありますよね。ちょっと何も考えない。行こうや。じゃあその後に2人で日本酒飲みに行こうと言ってたんですよ。でも私なんか入ったら邪魔じゃないかな。全然邪魔じゃない。本当？2人との時間を私が邪魔したり。彼氏やったらそうかもな。ああ、本当。だからなんか本当入って空気読めないんだよあいつとかになったら違うよね。なんかね、聞いたことあるんだけど、ちょっとね、失礼なことになるかもしれないんだけど、ただ私聞いただけだからね。いいよ。なんかの日本の番組で京都の人って本音と建前が違いすぎるっていうのを。なんだよ。それは本当。本当。本当。今のことも。ああ、なんで？今のことは建前じゃなくて、本音で。
ればっていう。あ、そっかそっか、よかった。じゃあ行こう。せんちゃん、ありがとう。本当にありがとうございます。動画、動画見るね。なんか日本のそういう動画とかアップする予定なので、お楽しみください。寒くない？私大丈夫なんだけど。あ、ありがとう。寒くなった。カズヤ、カズヤ。おー、いい感。配給が好きらしい。うん、誰が好き？私箱推しなんだけど。ああ、一緒一緒。俺は研磨が好き。あ、これ選べるんだ。どんな感じが日本っぽいですか？どんな感じ？はい、かな。あ、可愛い。これ。やった、私この一番渋いやつ選ぼうかな。バイ。ケイちゃんのめちゃめちゃ可愛い角度私は知ってるから。そう。早っ。花も綺麗だから、ここからここがめっちゃ綺麗。美味しい、これ。これ美味しい。せーの、せ。うわー。いぶりがっこって、あ、これか。そう。タモジ？うん。あ、ブルーロック見た？ブルーロック見たよ。え、誰が好き？私、あの金髪の子。俺はバチラが好き。パチラね。パチラね。今日はどこに来たんですか？あ、今日はその京都の木屋町に来てるんですけど、木屋町っていうのは今京都の若者たちに結構人気な飲み屋の通りらしいですよ。そういう組織ね。そのボーボンとかジーンとかね。木屋町通り大体こんな感じです。めっちゃ入ってる。めっちゃ可愛かった。私が好きな人対私を好きな人。私は絶対私のことを好きでいてくれる人。遠距離恋愛どのくらいの距離までできるか。1時間1時間やったら今京都でしょ。京都大阪はいける。じゃあ東京ダメ。京都東京はいける。いける。遠距離したの札幌なし。福岡。精神的な浮気、肉体的な浮気。精神的っていうのはどっちかっていうと手ぐらいはつなぐで、本当に行きたい場所旅行も全部行く。ね、めちゃくちゃ好き。本当にこの人が好きっていう精神的な浮気と肉体は一晩の間違いぐらいで出たって感じ。絶対精神的に嫌だよ。絶対精神的に嫌。そう。だったら風俗行ってほしいし。風俗行っていいの？これがね、日本と韓国の大違いなんよ。私は行ってほしくはないんだけど。行ってほしくないやろ、そりゃ。浮気するよりは行ってほしいって感じ。なんか変に、なんか出会い系であった人と、なんかワンナイトするよりは、ちゃんとお金を払って行ってくれた方がいいかなって思う。そうじゃない。私はそうかなって思う。絶対ない、絶対ダメ。じゃあ例えばさ、ね、付き合ってますで、性的に君に満足してませんっていう状態でやったら、適当な女と遊びに行くとか、お金払って風俗行くって。私は風俗だから、その前提が私との今の関係が気に入らないっていう前提じゃん。そうか、別れる。それを言う時点でもう終わり。多分きっとそこだけじゃないと思ってる。たまたまそのなんか自分が補えないところが男性の本能的にあるだけで、払って言ってくれた方がいいな。絶対ありえない。これは一旦韓国やったら風俗に行く時点でもう浮気。あっちもそう浮気でもう、そこは分かる。何も言わずに風俗行くはダメかなって思う。言う時点でもありえないけど、行きたかったら行ってほしくないけど、知られてるから、そう言ってて、帰ってる。韓国の方がめっちゃ寒いし、大阪はあんまり冬かなっていうぐらい。やばいよ、だってマイナス20度よ。ね。え、韓国？うん、そう、この前にそのマイナス20度やった。雪。やばいやろ。京都にマイナス3度とかなったらもう大泡だな。激寒やろ。マイナス20度やば。寒すぎるわ。寒すぎるわ。雪とか必要、気にする。